本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、ハントクラブのタックです。ご自宅、事務所、倉庫、店舗に設置することで犯罪の証拠撮影、交渉の記録など様々な問題、トラブルの証拠の撮影、お子様、高齢者、ペットの見守り、観察をしたい時など置いておくだけで様々な用途に使える便利なアイテムです。この商品の特徴、魅力を紹介していきたいと思います。開封の儀、こちらでございます。表、裏、横、オープン。こちら本体、後で詳しく見ます。中を開けますと小物系が入っております。まずは取説、すべて日本語です。アプリの使い方が詳しく載っております。充電ケーブル、 USB、 マイクロ SD カードを読み込ます USB、 通常の USB とカードを入れるマイクロ SD カードがここにあります。カメラをリセットするときに使うピン、ここに小さい穴がありますが、本体動作がおかしかったらリセットするときに使います。これなんだろう。本体、こちら剥がします。とても綺麗。表、裏面、枠部分はツルツルしたゴム素材でできております。重さ 190g、 横 14.5、 奥行き 3cm、 高さは 6.5。裏、ここ先ほどの充電することができます。開きますと、はい、電池と見せかけて実はバッテリーでございます。はい、通常の電池よりも大きめです。こちらに保存するマイクロ SD カードを差し込みます。先ほどの USB の充電ケーブル、そしてオンとオフがついてますので、こちらをオンに切り替えます。そうしますと、おしゃれ。おお、こちら Wi-Fi が繋がってないと液晶の時計表示がつきません。ちなみにこちら肝心なレンズなんですけども、ここ見てわかりますでしょうか。こちらが通常の撮影で、こちらが夜の夜間撮影の暗視用のレンズでございます。まさかこれがカメラとは思わないですね。いや、わかんないって。改めまして、こちら使い方はですね、本体、背面のカバーを外します。裏側のこちら、オンとオフの電源をオンに切り替えます。こちら側ですね。そうしますと、インジケーターが青色に光ります。30から40秒後、0000でゆっくりと点滅をします。そして、アナウンス。はい、来ました。ここでカメラが待機モードになりますので、お持ちのスマートフォンで操作設定をしていきます。対応できるカードなんですけども、一般的な SD カードです。これよりも小さいこちらマイクロ SD カード、こちらを入れていきます。カードを入れていきます。はい、はまりました。オン、蓋はこうですね。30から40秒後にカメラを追加してください。はい、こちらでございますね。では入れます。こちらに入りましたので、タップ、登録、いきます。そして日本で自分のアドレス、監督、認証コードを取得。はい、でメールにコードが届きます。出ましたので、こちらをコピーペーストします。はい、でパスワードですね。で完了。ではですね、デバイスの追加ですね。デバイスの追加を押します。こちらですね。はい、カメラをこうやってやって、ピーポン聞こえました。お、またピーポン聞こえた。こちら来ましたので完了します。そうする、おお、来ました。HD と SD に切り替えることができます。こちら SD 画像、そして一番高画質はこの HD でございます。これは、おお、なんだこれ、アップにできる。おお、すげえな。これは、おお、横だ。はい、そしてこちら今時計表示がつきました。はい、設定したいで同期されております。こんくらいの画質でございますね。いかがでしょうか。あ、やはい、このような画質でございます。超高画質っていうわけではございませんが、全然顔は認識しますね。お、リプレイ、アルバム、テーマカラー、赤外線ナイトビジョンいきましょう。ほい、オン、オフ、オン、オフ。はい、赤外線です。今固定をしました。画質はいかがでしょうか。ここを塞ぐと、はい、なるほど、暗いところに行ってみましょう。いかがでしょうか。まあ、残像は残っていますけども、お、来たね。自動で暗視に変わりました。どうも、監督らの監督です。はい、はい、
はい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 、さあ戻るのか戻るのか、お戻ったね。一番じゃちょっと明るいところ行きましょうか。はい、どうでしょうか。今かなりここはですね、明るいところですね。やっぱり明るいと画質は綺麗になりますね。はい、と、頑張れ。いや、絶対にこれ時計やん。というわけで、このような形でですね、スマートフォンでも見ることができます。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ブログの監督です。光栄の調査はどうでしょうか。今こちら、お気時計カメラのお礼です。いかがでしょうか。仕様について、このお気時計カメラ、単刀直入に言うと、このカメラで撮られている映像をライブ動画として見ること、またはこの中にマイクロ SD カードを入れまして、そのデータをアクセスしてスマホで後で見返すことができます。気になる動画の解像度は 1920×1080p、 そしてカードに保存された画質、これは少し下がりまして 1280×720p です。フレームレートは 30fps、 動画フォーマットは MP4、 画像は4:3の JPEG です。この本体には大容量のバッテリーが内蔵されております。満充電4時間で約5時間の長時間録画が可能です。また上書き録画機能もついておりまして、自動的に古いビデオファイルにどんどんと上書きしながら長時間カメラを回し続けることができます。対応できるマイクロ SD カードの容量は8から 128GB まで。ちなみにカードは別売りです。 Wi-Fi 接続、こちらの置き時計カメラ Wi-Fi 必須のカメラとなっております。 Wi-Fi 環境がなければただの置物になってしまいますので、ご注意ください。 Wi-Fi 接続をいつでもどこでもお持ちのスマホからアクセスすることができます。ちなみにこのスマホで見る場合、専用アプリ、こちらが必要です。このアプリをスマホに入れまして、そうすることで映像を見たり設定を変えたり記録することができます。動体検知機能、こちら動きに反応する動体検知をすることができます。その場所にいない不在時、このカメラを設置することで、この撮影範囲内に何か動きがあればスマホに警報メッセージを飛ばしたり、このカメラが自動的に撮影をして、この写真をこのスマホにすぐさま飛ばしてくれます。赤外線暗視機能が搭載、この8つあるカメラ、こちらは2種タイプ赤外線カメラが付いております。スマホ対応アプリで暗視機能をオンに設定すると、夜や薄暗い場所、そういったところをモノクロで撮影を続けることができます。このカメラ最大照射距離は 10m まで収めることができます。複数台カメラ追加可能。このカメラ、このアプリに対応しているカメラを買うことによって、1台のスマホで複数台管理を簡単にすることができます。場合によって各場所アングルを決めることによって、それぞれの各所の状況をすぐさまいち早く確認することができます。ちなみに設定することでカメラ映像を複数共有もできますので、自分だけではなく同時監視も含め共有することもできます。いかがだったでしょうか。実際にカメラを設置して使ってきたところ、見た目が本当に置き時計そのものなので、違和感なく設置をすることができると思いました。ちなみにこちら隠しカメラというわけですが、見た目通り置き時計としても使えます。スマホと接続後、時間の表示は自動的に同期をしてくれますので、わざわざ正しい時刻に合わせる必要はございません。 Wi-Fi 一つで同期してくれます。また大きさがとてもコンパクトです。どこでも簡単に違和感なく、どこに置いても自然に溶け込むかと。ご自宅、事務室、倉庫、店舗に設置することで防犯カメラとして大活躍。さまざまな問題、トラブル解決の対策にぜひ導入してみてはいかがでしょうか。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。本番いきます。よーい、こちらでございます。時計のスマホ対モノクロ、モノクロ最大照射、最大照射処理は、自分がずっと、トラブル解決、トラ、